キキンダは、セルビア北部の町及び、ボイボリナ自治州の基礎自治体できたバナト郡の、行政的な中心都市である。市街地の人口は37,600。セルビア語では、キキンダの名称で知られているが、ハンガリー語では、ナジキキンダドイツ語では、グロースキキンダ、ルーマニア語では、キキンダマレ、スロバキア語では、キキンダ、ルシン語では、キキンダ、クロアチア語では、 キキンダと歴史的な過程からそれぞれの言語で表記されたり故障されている。1947年までセルビア人にはベリカキキンダの名称で知られていた。キキンダに関連する名称が最初に記録されたのは15世紀でコケニドでエツェヒドの名を意味するもと思われる小さな集落で最初はハンガリー人が所有したが後にセルビア人の地元支配者に移った。 1718年にグロスキキンダの名が地図に現れたが荒れ地で人が住む場所ではなかった。キキンダの名称の由来はハンガリー語でスピノサスモモを意味する、ここにや古いスラブ語で頭を意味スキックなどが挙げられている。町の公式紋章はオーストリア支配時の18世紀に遡る。紋章は当時のベリカキキンダ軍に授けられたもので、 マリア・テレジアが1774年11月12日に交付したものである。紋章は手で持ったサーベルでオスマン帝国の頭を突き刺している様子を表したものである。これは軍政国境地帯時代にセルビア人がトルコに対して抵抗したことやキ,キン団の住民がオストリアとオスマン帝国との戦争に協力したことを象徴するものである。2007年に キキンダ市長が文章を変える提案を行ったが、歴史的な意義から異論が紛失し変わることはなかった。中世より、現代のキキンダ周辺には二つの重要な集落が立地しておりそれぞれ、ガラド。ガラドは、バナト北部では最も古い、スラブ人の集落の一つで旧世紀、スラブ人のグラド校が設立されたとされている。1337年のガラドの記録によれば、 住民のほとんどはセルビア人であった。集落はオーストリアとオスマンの17世紀の終盤と18世紀に始まった戦争により破壊されている。他方のホルシュは17世紀にオスマンの地域行政の中心地となるが、その後破壊されている。現在の町は18世紀に設立され1774年から1874年にかけてのハプスブルク時代は、 キキンダはベリカキキンダ軍の行政的中心都市であった。1893年にキキンダは町の地位を得る。その後、ボイボリナは1918年にセルビア王国の領域となる。1990年代までキキンダはセルビアやユーゴスラビア社会主義連邦共和国で強い経済と産業の中心地であったが、現在は経済発展の過渡期である。 キキンダノスバチャには、ヨーロッパには、ハンガリーとキキンダノ2カ所しか残っていない馬の力で動かす製粉機が残っている。現在残っているものは1899年から1945年まで動いていたものである。町の中央広場に位置するセルビア製教会の教会は1769年に建てられたもので、1773年以来のイコノスタシスや、 西ヨーロッパの影響を受けた壁画などが残されている。キキンダのカトリック教会は1808年に着工され1811年に完成した。キキンダの主だったイベントにカボチャ祭りがあり、毎年10月半ばに催されている。このイベントはカボチャの大きさを競うもので、毎年各地から多くの人を集めている。1996年に 町の郊外で保存状態の約5 0万年前のマンモスの一部が発見された。マンモスはキカキカと呼ばれ町のシンボルの一つとなった。現在はキキンダの国立博物館で展示されている。発見されたマンモスの骨キキンダは建築用クレーの生産地であり、ヨーロッパ最古の粘土生産会社であるアイムディ・ディ・とザ・マルコビッチの本社が置かれている。 キキンダ鉄鋼所は、研磨機を製造。25枚では、農業機器や設備を製造しており、エレクトロンの製品もセルビア国内外で売られている。キキンダでは原油を産出しており、セルビアの貴重な国内産出油田の一つである。ありがとうございます。